はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済ランキング利用頻度は満足度はキャンペーンの多さはということで、今回はスマホ決済のランキングということなんですが、 IT メディアビジネスオンラインという記事をピックアップしてお伝えしていこうと思います。ちなみに結構記事によってはランキングは様々なんですけども、一応今回参考した内容のリンクを下の概要欄に貼っておきます。それでは早速利用頻度のランキングからなんですけども、こんな感じですね。1位 PayPay、 2位 LINEPay、 2位メルペイということになりました。まあ2位は同率なんですけども、僕も確かに利用してるお店がワクワク PayPay の対象になったりするので、やはり自然と使うようになってきますね、この PayPay に関しては。まあそれは 20% にはもちろん心惹かれますよね。次、キャンペーンの多さなんですけども、これは同率1位でメルペイ、ペイペイ、ラインペイということでした。確かに思い返せば、メルペイも 50% から 70% の還元もありましたし、ペイペイはもう有名な100億円キャンペーン、そしてラインペイの場合はペイ特裁というかなりインパクトが強めなキャンペーンがありましたよね。次、使える店舗の豊富さということで、こちらは1位ペイペイ、2位メルペイ、3位が楽天ペイということになりました。ここはもう文句なしのペイペイですよね。あとこのメルペイに関してですが、そんなに使えたっけって思ったんですけども、そういえば ID 決済が対応してるので、まあそれは確かに強いなと思いました。そして3位の楽天ペイなんですが、確かに楽天ペイ使えてるとこって最近増えてる印象はありますね。次に機能の豊富さということで、1位が LINEPay、 2位がメルペイ、3位が楽天ペイということでした。確かに LINEPay って LINEPay 以外にも LINE 自体が多機能すぎて、ぶっちゃけ使い切れてないっていう感じはします。そして最後に総合顧客満足度なんですが、これがなんとですね、1位がメルペイで、2位が LINEPay、 3位が楽天ペイという結果になりました。まさかの1位がメルペイというまさかの結果でした。まあこの今回ピックアップした記事の内容をですね、拝見したら、やっぱり ID 決済ができて支払いがスムーズであるということと、あとはこのフリマアプリのメルカリと統合してかなり使いやすいという点で1位ということでした。まああとはメルカリの売上金も使えるというところも今回の要因にはつながっているのではないのかなと思います。まあそんなメルペイなんですが、現在キャンペーンの予告もされていまして、8月の上旬からまた大きなキャンペーンが開催される予定と、そして8月の12日からなんとセブンイレブン第2弾キャンペーンも開催予定ということでした。もうこちらもメルカリの公式のページに発表があったので、まあ今後もメルペイから目が離せないですねということで、まあそんなこんなでですね、まあ今回はスマホ決済のランキングについてお伝えをさせていただきました。まあぜひですね、まあ今回のランキングについて何か思うことがあれば、ぜひですね下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。